今日、台風10号が、強烈な勢いで近づいてきてますので、もう波もすごいことになってるんですけど、まだそこまで近づいてないんですけど、もうこんな状態になってます。なんでちょっと、今から港行って船を本格的に、台風対策していきたいと思います。今日は朝の散歩どころじゃないんで、船に行ってきます。今我が家の S 龍丸くんのところにやってきました。今は静かにおりますけど、これから台風でこんなになるでしょうから、カチッと固定させて対策をしたいと思います。それでは準備しに行きましょう。これ、今年の春に新調したお乳のロープです。今回は張り切ってかなりいいロープを買ったので、頼れる味方です。これでは早速お乳をオープンしていきます。アブさんが遊びに来ましたよ。今からこのロープを対岸にくくりつけたいと思います。で、どうやって持っていくかなんですけど、もういろいろ周りの方たちが準備されているので、船で後ろに行くっていうことはもうできないですし、それでそこで考案したのが、あとこう回って道路伝いに行ってもいいんですけど、ちょっとそれにはいろんな障害物があって、で今日はないですけど、日によっては船こんなトップ立ててるような船が止まってたら高いんですよ。あれをとてもとてもこうやっては越えれないんで。でそこで考案しましたのが、じゃん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 、これにボールをつけて、さらにボールをつけて向こうからこっちへ向けて投げます。でこちらへ届いたボールにロープをくくりつけて、向こうでまたリール巻いて回収してもらいます。ちょっとややこしい、分かりにくいと思うので、今から実践をさせていただきます。この玉をまずくくりに入れて、で、竿にボールをくっつけるフックをかけるためにこれを輪っか作って、これをボールに結びます。竿のフックにつけまして、これを対岸から船に投げます。じゃあパパさん行ってきてください。投げてください。
ロープ、サイドのロープ、すべて完了いたしました。本当はこれ、干潮と満潮のちょうど中間でやるのが理想的なんですが、ちょっと私たち仕事がありますので、今満潮にの時間なんですけれども、とりあえずやっておきました。で、また後で、いい時間にチェックしに来ます。その時に、完璧に調整して完成させたいと思います。もう今日は朝から早朝から港中が台風対策に追われております。皆さん暑い中ご苦労様です。では、もう一度出直していきましょう。失礼いたします。対策で下屋へ行ったんですけど、それの、点検と微調整に今から行ってこようと思います。今日は大潮で潮の満ち引きが特にこう大きい潮回りなんですね。で、船のロープが潮が満ちるとパンパンに張って、で潮が引くと逆にゆるゆるになっちゃうんで、今満潮と干潮のちょうど中間の時間帯ですので、ちょっと朝行った真下屋の、微調整に行こうと思います。それでは行ってまいります。通り過ぎまして、穏やかな日常が戻ってきました。とても波も落ち着いて、漁師さんも普通に沖へ漁に出られているようです。で、私たちも、S 龍丸くんの今から確認に行って、マシモヤイしたロープを回収しに行きたいと思います。じゃあ早速行ってまいります。